おふざけんなお前おかしいだろうなどうもライバロリーです。謝罪しなければならないことが2点ありまして、まず1点目なんですけど、先日の動画で、動画内でなんかね、ちょっとそれは一番安いの来たなと発言してしまった件に関しまして、なんか不快に思われたと、不快になったというコメントが、いくつか見受けられました。それに関しては、ちょっと不快にさせてしまった件に関しては申し訳ないと思っております。で、この、一番安いの来たなという発言に関してなんですけど、決して対戦相手のことを、バカにしてたわけではなく、なんかとあるポケモン実況者がよく使ってるワードらしくて、なんか汎用性高い言葉だなと思って、軽い気持ちで真似させていただいたんですけど、まさかちょっとね、その真似、っていう意味でちょっとネタっていう気持ちで使ってた部分が、僕としては結構強かったんですけど、それでちょっと不快になってしまった方が多数出てしまったっていうのは、なんか僕の反省点ではあるかなと思います。以後なんかこのようなネタを使うときはちゃんと吟味した上で使おうと思います。はい。という、今のあれ、今の一連の流れにより、己の罪をすべて足木になすりつけるっていう。足木ってやつがなんかそれは一番安いの来たなって言葉をよく使ってて、それを僕が真似したっていう形になります。ミミッキュカバルドム、これは悪くないですね。挑発ミミッキュなんで、いやでもな、挑発使いすぎてな、普通僕だって僕が相手側だったら挑発一切警戒しないんであくびから入るんですけど、なんか普通に攻撃されそうだな挑発のタイミングで。ちなみにもう2つ目の謝罪点なんですけど、レートが1684になりましためちゃくちゃ落ちたんだけど、普通に100近く落ちたからね、ビビったわ。キリ刻ん、普通殴って、やったぜ。キリ刻ん、ちょっと僕にはね、使うのが早かったと。ここは研磨でいいと思うけど、研磨でいいよね。チョイン！挑発ミミックってあんま警戒しないと思うんだよね。僕だったらあくびから入る。おい、ふざけんな、お前。おかしいだろうな眠らせられないなら凍らせればいい理論はちょっとやってることやばくね、やってるいや、やってることやばいでしょ。おいおいおい、氷って皆さん溶ける確率何パーセントかご存知ですか？ 25% なんですよ実は。つまり次4分の1で氷が溶けなかったら、一気にきついと。多分これね、5つ目っぽいから多分ミミッキュ Z じゃカバルドン落とせないんだよな。あら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 、もう無理じゃんこれあ、わかりましたわかりました、はい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 、そっちがその木なら、こっちもその木ですよ。相手氷の木まで凍らせてきたじゃないですか。氷の木まで氷確率って何パーセントですっけ？ 10% ぐらいでしょ。多分 10% ぐらいなんですよ。つまり相手凍らせてきた、それすなわちこっちの攻撃で相手のカバルドンが凍ったとしても相手は文句を言えない。決めてやれ、分からせろマジで。犯罪には犯罪を、目には目を、ほらな、目には目を、おい、カバルドンボーバンダー、対戦よろしくお願いします。初手ヒートロトムでいいかな。ヒートロトムで出し負けするポケモンがいなくて、ミミッキュポリゴン2に対してはボルトチェンジからルカリオにつないで、ロトムだけだと若干ボーバンダーが不安か。毒毒あるんで、このロテム。カバルドンから入られたとしても毒でごまかすことができる。で、ボリツミミッキュはボルトチェンジからインファオは米パンで処理。ラストボーバンダーが若干辛いんで、耐久ぶりミミッキュでごまかすって感じで。対戦よろしくお願いします。ちょっと喉が渇いたんでペプシコーラを飲みつつね、僕コカ・コーラの方が好きなんですけど、時々ペプシも飲みたくなるんですよね。当たり前の日常の中に非日常を、ちょ何言ってるか分かんねえな。ミミッキュこれは別に問題ないですね。ボルトチェンジからミミッキュ側にロトムを一撃で倒せる技ないんで、ボルト、Z はなんだ、フェアリー、ゴーストか、珍しい。ゴースト Z だったとしても耐えるから OKOKOK、OK OK OK、
とコメントでね時々あるんですけど、なんか声に元気があるときとなんかないときの差が激しいみたいな。まあそれなんでその元気に差が生まれるかっていうと、まあ単純にその体力的に、例えば僕動画とかそうなんですけど、まあなんかそのまとめて撮る日もあれば一日一日撮る日もあるんですけど、特にまとめて撮った日とかはまあ後半ね、まあ話すこともなくなってきますし、まあ体力的にも疲れてくるんで、ここはコメントパンチで、あんまりなんかその元気なくなってくるよねって話。体力的問題であると同時に、まあ、あとはなんだろうな、体力的問題であると同時に、まあ、たまたまその日嫌なことがあったとかね、うん、たまたまその日、なんか嫌なことが、なんだろうな、僕あんま嫌なことないんですよね、日々生きてて。まあ、嫌なことがない理由としては、まず外に出ることがないんで、まあ、やっぱりその、閉じこもった世界で僕生活してるんで、喜びを感じることもなければ、いや、悲しみを感じることはあるな。逆に孤独でいるということが、まあ、悲しみであるとも言えるけど、哲学だね、ここ。ボーマンダー、ルカリオはね、まだ取っときたいんで、ミミッキに交代します。化けの皮を利用してね、無理やり。あと、威嚇入れられたんで、これ、ルカリオ。冷凍パンチあるんですけど、マンダ落とせないし、ここで起点にされると、まあ、威嚇一回入れられるじゃないですか、ルカリオ。で、冷凍パンチでボーマンダ余裕で落とせなくなって、羽休め絡められると起点にされるんで、まあ、ここはミミッキを無理やり後出ししていきます。まあ、仮にステミタックルとかで殴られたとしても、まあ、このミミカス、ね、耐久ブリバンなんで、化けの皮なくてもボーマンダの攻撃は一発耐えることが可能と。ちょっとコーラ飲みますね。あー、でもあんまね、この動画撮ってる時にコーラ飲むの よくないんですよね。まあ、理由はゲップが出そうになるから。あんまその不快な音声、まだ不快なね、最近、待て、ちょっと待てよ。ここはノータイム。ここノータイム釣り交換。絶対ポリゴン2かカバルドンか、ペッカグエ来る。まあ、どれ来てもロトム刺さるから。はい、オッケー。ゲップ、不快な気持ちにね。なんか、それは別にいいぞって言っただけでちょっと不快になる人いますからね。ロトム。ボルトチェンジで。ボルチェン、ツッパか。でっかいや。でも多分、ボルチェンから、ルカリオにつないで、ボーマンダにリュウマイされない限りは、多分勝ちだと思うんですよね。一回リュウマイされたら、こっから全部、火炎放射は絶対耐える。これで火傷とかしたらマジ話にならんけど、まあ、ここはルカリオを信じるしかないと。耐える。交代を読むかどうかだけど、多分インファでいい。まあ、理由は、まあ、理由はちょっと後で言うわ。鉄火がすげえ、ボーマンダー、八つ当たりとか恩返し、ね、ステミタックルじゃなくて、八つ当たりとか恩返し採用してるボーマンダは、確実に陽気じゃない。陽気じゃなくて、性格いじっぱり。性格いじっぱりのボーマンダは、ルカリを抜けないんで、そこインファから、レンチのムーブで、マンダート出しにも対応できると。いや、いんのかな、陽気で恩返し八つ当たりって。その恩返し八つ当たりにするんだったら、絶対火力が足りないから、いじっぱり、で、なんか耐久ベースのボーマンダのイメージが強いんだけど、まあ、今の情報はかなり有益な情報なので、まあ、ぜひ参考にしてください。で、鉄火ゲやインファでぶっ飛ばしてカチカチ山と対戦ありがとうございました。